こんにちは。こちらのバックルですね。これができたので、外してみたいと思います。ちゃんと動くかどうかですね。データの方は、こういうデータになってます。シフトキー。わかりますかね？少し、この縁のあたりを、ここがよく割れるので、ちょっと補強をしました。それから、全体にここをカーブさせてですね、少しなんか体にフィットするようなイメージにしてみました。そして、ここには、ロゴをあしらっています。アップのソフトだと、こういった形になっています。こっちのグラフィックは早いですね。はい、じゃあ、外してみたいと思います。久しぶりに、純正のこのアップ 3D のですね、材料を使ってみました。白の ABS ですね。結構激しく等高線が出てますけども、これ 0.2 ミリで造形してます。サポート材を取っていきたいと思います。そうしますか。まず先に入るかどうかをやってみたいので、この中ですね、これをくり抜いていくことにしましょう。こちらの、穴の方ですね。オスが入る方です。うわぁ、結構硬いな。この純正の樹脂のサポートが非常によく、なんていうか、簡単に取れるように設計できてますね。さすがに純正品だけあって、この樹脂に合わせた造形特性にしてあるようです。かなり外れてきましたね。別にしようか。もうだいぶ中のここまで外れてきてるんですね。きれいに外れました。すごいすごい。
これは昨日造形した、オスの方ですね。これをちょっとはまるかどうかやってみます。なんかどっかが抵抗があるかな。少しどっか押されてる感じがありますけど、どこにも残ってないんですけどね。うん、まあこっちの方はあのパチンという感じで、ええ、パチンと入りますけど、こっちはなんかもうちょっとむにゃんとした感じですね。せっかくなので、一緒に、こっちも外して、はめてみましょう。これサポート材の、向きがもうちょっと取りにくい方向にひっついちゃってます。こういうのもう少しあの、ビジュアルにわかりやすく、設定ができるようになってるともっとソフトが優秀だと思うんですが、あー割れましたね。割れてしまいました。だいぶ強力にここを補強したんですが、それでも割れてしまいました。しょうがないので、ここは α、瞬間接着剤で、ここは止めてしまいます。あ、外側の形の方が先に出てきましたね。どうでしょうか。ちゃんと曲がってる雰囲気出てるでしょうか。ちょっとさっき力を入れすぎたんですかね。でも多分どちらにしてもこれがこの程度だと割れてるでしょう。ああ割れてますね。開いてきちゃって、サポート材のこの角度はちょっと取りづらい。よいしょ。よいしょ。ちょっと手で押さえたままこれをはめてみたいです。ああちょっと押されてますね、割れてるのがわかります。まあでもだいたいイメージ通りに出来上がりました。以上、こんな感じです。